どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはこの曲、ドーン、小公女セーラーの主題歌、花のささやき、やってみようと思います。皆さんこの小公女セーラーご存知でしょうかね。かつて私たちが小さかった頃ですね、日曜日の夜7時半から、ハウス日曜劇場ということで小公女セーラーというアニメがあったんですよ。その主題歌です。はい。でもね、ガズの実家ではですね、ガズ家ではですね、その裏番組の多分野生の王国見てたってあんまりでも僕わかんないんですけど、もうとにかくもうかわいそうなストーリーみたいで、もうねキュンキュンしてたと前ハニーが言ってました。ハニーはですね、もうこれが 大好きだったらよく見てたらしくてですね、この主題歌やってみようということでやってみようと思います。これ、ね、めちゃ悲しいですけどね、結構ハマるメロディーですからね。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしている簡単バージョン、そして後半のかっこいいバージョンではさらにあのものが切なさがこう広がるような弾き方、かっこいいバージョンやります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルでは、楽器なんか触ったこと今までないですとか、私音楽きっと無理ですという方がですね、もう嘘でしょっていうぐらい簡単単にあれよあれよと弾き語りができるプログラムがあります。それ見てるだけで、動画見てるだけでどんどん弾けるようになりますから、本当に、今からここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけです。いいですか、ここですよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1400曲以上もアップロードされています。これはですね、皆さんこれから音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速やってまいりましょう。小公女セーラーのテーマソング、花のささやき、まずはガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみます。私の胸の片隅に咲いてる小さな花に名前はないけど、悲しい時は私だって泣こうと思ったら声を上げて、いつでも泣けるけど胸の奥に超公女セーラーの曲、花のささやき、ガズレレ流簡単バージョンやってみました。これですね、この長さはですね、どうもこれアニメのねオープニングの時はこの長さだったらしいですけど、 YouTube で見ると2番とかもありますんでね、もしフルコーラスやってみたいなという方、コード進行一緒で歌詞が変わっていくだけなんで、ぜひご自身で書き出してください。そして今のシンプル簡単バージョン動画と一緒にやってなんとかできたという方、次のステップは今度動画を見ずにご自身だけで演奏してみることだと思います。そしてその時の参考にね、やっぱ紙とか最初のうちは見ないといけないんで、なんか書き出したりプリントアウトしたりしたいと思うんですけど、はい、その時に参考になるようにですね、私がいつもこうやってこれ見せてるんですよ。ガズはいつもこんな風にノートに書いてこれを書いております。そして今ですね、この画期的なサービス始まっております。これガズクラブって言うんですけど、このガズクラブはどんなことかというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の小公女セーラーの曲を含む今までガズが取りためてきた膨大な曲の中のノート楽譜から毎月皆さんの好きな曲を選んで5曲ダウンロードしていただけるという画期的なサービス、それ追加もできますからね。はい。そしてね、このサービスはですね、ガズクラブというのは楽譜のダウンロード以外にもいろんなコンテンツが山盛りなんです。毎月2回行われているガズクラブメンバー限定ライブ配信、
これがめちゃ盛り上がる。次は11月19日の夜8時からやります。テーマは決まってまして、今回次回はですね、面白いですよ。ガズがモノマネしちゃいしたい曲リスト、もうね課題曲はもうね皆さんに宿題として出してますんでね、もうそろそろみんな練習始めていると思う。こんな感じで世界中からそれ参加して盛り上がってくださったりとか、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズラジといって私がラジオ配信してます。あとそこではみんなの、ね、演奏動画アップロードできる場所が3カ所ぐらいあったり、もうどんな質問にもガズが答えたりとかして、ね、かなり盛り上がってるんで、ガズクラブぜひ皆さん待ってますよ、チェックしといてください。それではノートを見せていきましょう。はい、こんな感じなんですけど、ちょっと見てください、上の段。はい、今イントロをですね、ここのところに省いたんですよね。今のシンプル簡単バージョンはこの E7 の2ブロックからイントロってことにしたんですけど、ここのイントロのねメロディーがすごくねこう印象深いんですよ。でよく見るとこれね1ブロックにコード2個ずつでどんどん進んでいって、しかも難しいコードもいっぱい出てくるんで、これかっこいいバージョンでここを完全再現しますと。はい、今のシンプル簡単バージョンはこの E7 2個イントロとして使って、ここから歌が始まっていたということでございます。もう曲はすごくシンプルですけど、これ歌ってみたらわかるんですけどね、歌のメロディーラインはね難しいですよ、結構。なんかすごく簡単かなと思ったんですけど、いざ自分が歌ってみたら、すごく難しいというか、なんというかですね、これ結構鍛錬がいると思いますので、皆さんじっくりやってみてください。こうやって今メモってるのを写していただくか、あとあるいは動画のテロップを一時停止してメモってもらうくらいのもいいと思います。で、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードになっております。はい、こんな感じ。これでもう終わっちゃう。短いですけどね、曲はね。はい。これで世界観出していきましょう。あの小公女セーラのきっと悲しい感じを思い出してやってください。はい、出てくるコード結構出てきますよね。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるイントロで出てくるコード、これほとんどイントロなんで、はい、なんですよ。で今やったシンプル簡単バージョンは今映ってるこのコード結構ありますよね。でもねこれ入門コードです。言っていきます。 C と Am、 F と Dm、 G7、 A7、 E7 で、今の曲シンプル簡単バージョンやりました。これ超絶簡単コードなんですよ、よく見たらね。はい、でこれはね一応これをシェアさせてください。はい、ガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードっていうのはウクレレを始めた皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループで、10個のコードなんですよ。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら本当に超簡単なんだって。あの入門コードのグループですから、1個ずつ見たら簡単ですよ。でも10個いっぺんに覚えようと思うと頭ちょっと混乱するんで、私が以前解説している動画めっちゃ分かりやすい動画ここに貼っておきます。この動画見たらねあっという間に覚えられますから、もう必見です。はい、これで今日はその中の いくつ出てきたんだっけな、6、7個のコードで今のシンプル簡単バージョンできました。はい、そういうわけでじゃあこれからかっこいいバージョンの説明に入っていこうと思うんですけど、その前にまあさっきも言ったんですけど、この歌はですね結構歌がですね本当にゆっくり4つ弾きだと結構難しいところ多いです。特にガズがね、あここは難しいなと思ったのは、ここの声を上げていつでも泣ける、このいつでも泣けるけどのところちょっとやってみましょう。声を上げて時ですよ、いつでも泣ける、このいつでも泣け、このねこの細かい音程さ、こういうところ難しいです。そういうのをねしっかりこう自分で歌えるようになって、これからかっこいいバージョン入っていく、これがいいと思いますね。はい、じゃあかっこいいバージョンに入っていきますが、これさっきも言ったんですけど、イントロでねコードがいっぱい出てくるんですよ、難しいコードが。そこでほとんど出てくるコードなんで、これ言っときます。説明すると D7 はねさっきやった入門コードの こっちのグループ、さっきのガズレ必須コードのグループなんで、これは簡単だからいいですね。じゃあこっからやっていきましょう。E7sus4、これがね、E7 サスポーツのね、こっちに出てくる、この E7 と行ったり来たりしてよく使われるんですけど、ひとまずこれ解説。はい。押さえる場所は、ここと、あ、まず E7 を押さえてみるか。E7 ってこことこことここですね。これ入門コードです。この人差し指見てください。ここです。これを押さえると E7 サスポーツ。はい。その次、E7。こんな感じでだいたい E7 と E7 サスポーって交互に使われるんで、今回も、そのパターンにはまっております。E7 と E7 サスポーをよろしくお願いします。でこれイントロで1回だけ出てくるコード C、オーギュメント、A、小文字の AUG と書いてオーギュメントです。これは簡単、 C を押さえておいて、ここ4弦の1フレット、はい、ここになります。はい、そして、もう1個はこれがね、たまに出てくるちょっとね B7 というか、この B7 を押さえていこうと思います。はい、B7 はこれもイントロで出てくるだけです。押さえる場所一応こことこことここで、こんな感じ、1弦は押さえないです。はい、切ない響きなんですけど、これはですね一応こっちの方がいいかなと思って、初心者としてこれもう一個押さえ方があって、2フレット全部ガシッと押さえて、3弦の3フレットここを立てて押さえる、これも B7 どっちでもいいんですけど、初心者の方はこっちの方が楽なんじゃないかなというふうに思って、こっちをご案内しております。はい、このコードを足して、今のこれほとんどこれね難しいコードはイントロで出てくるのやってみようと思います。でちょっとイントロの説明をする前に、弾き方を最初にちょっと説明しようかなと思います。これね今日はね結構すごくて、3つの弾き方が主に出てきますね。まずはですねアルペジオ、その次8ビートのチャ、
この次がポイント。8ビートル、チャが半分。このチャが半分とか、チャとかそういうのはあるんですけど、一応ですね、ざっと説明します。アルペジオはね、分散和音と呼ばれている、こういうやつですね。こんなちょっとつまびく感じ。これはですね、比較的弾くのは簡単なんで、バッチリだと思うんですけど、次の8ビートルのチャと8ビートルのチャが半分の差はね、ちょっと C で弾いてみます。8ビートルのチャはこうです。チャッ、チャッ、ドン、チャッ、ドン、チャッ。8ビートルのチャが半分っていうのはこんな感じ。もう読んで字のごとくでしょ。チャがね、半分なくなるっていうようなイメージでいいと思います。はい。この3つの弾き方でやろうと思うんですけど、これ今日はね、だから正確には、アルペジオと8ビートルチャの弾き方だけでいいです。チャを抜くだけですからね。はい。その2つのリズムの説明、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、アルペジオと8ビートルチャ、動画でちょっと練習してみてください。それぞれね、しっかりした動画、レッスン動画になってますんでね、やってみてください。そしたらね、今日はね、イントロの解説をちょっとね、今、コードがすごく難しいというのがあったんですけど、アルペジオでね、まあ、やっていくということで、さっとやってみようと思います。これどんどんコードが出てくるんで、コードをこれちょっとテロップに、書いておくんですけど、ちょっと参考にしてやってみましょう。わあ、最初 E7 伸ばしたところから始まる感じ。こんな感じで、ワン、ツー、スリー、フォー、レレレレ、シエユジって。E7 サスポーネデレ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 チャッタ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 ッ、こっからこんな感じ。今のと最後のチャッタ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 、この辺もちょっとこうエモーショナルにだんだん盛り上がっていく感じ。ここのところデレ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 、だんだん盛り上がっていて、私のと歌に入っていく。この辺のイントロがですね、このメロディーラインも今デレレレデレレレって僕は言ったでしょ。あのメロディーラインを覚えるのもね、結構これすごいだけど、好きな人はここのところすごく印象的でしょうから、ちょっとこれチャレンジしてみてください。そしてね、弾き方なんですけど、イントロから A メロは、アルペジオでやります。そして私だって泣こうと思ったらっていうところの、まあサビの1という風に表現するといいのかな。そこは8ビートルチャが半分で、その後の胸の奥にっていうところになったら今度普通の8ビートルチャ。だからアルペジオから始まって8ビートルチャが半分で8ビートルみたいな感じ、だんだん盛り上がっていく感じのイメージにして弾いてみましょう。そしてですね、 A メロのところにですね、ちょっとかっこいいフレーズを言いたいです。ちょっと聞いててくださいね。歌最初伸ばすんですけど、こんな感じです。せーの、3、4、私の胸の片隅、わかった、私の胸の、このフレーズ弾いてみたい。これは結構簡単ですけど、声を伸ばしているところで弾くんで、なんかその辺がちょっとね、あーってなるかもしれないですけど、一応タブフ出しときましょう。タブフ、これ簡単ですからね。まずね、 Am 私ので Am 伸ばしたままなんですけど、次、2弦の0、1弦の0、1弦の2、1弦の3、この順番。はい。これを Am の伸ばしてるでしょ。その時にこの3弦の音が伸びてる中で、このメロディを弾けると本当にいいんですよね。ここ伸びているところの中で、なんかこう音が伸びてる。こう、悪い例は、今度は止まる感じじゃない。どっかの音がこう残ってる中で、できるといいと思うんですけど、これタイミング結構難しいからね。私の胸の片隅にってこんな感じでアルペジオが入っていく。ここもですね、ちょっとキーポイントになるところだと思うんで、チャレンジしてみてください。それで動画のテロップ内に、こう、伸ばすとか、さっき出てきたけど、ツタタタタタとかあるんで、そんなのをこう意識しながら、演奏してみましょう。はい。そういうわけですね。この曲はその歌がね、よく聞くと結構難易度が高いかなっていうふうに思うんですけど、まずゆったり、あんまりこう、せこせこ、なんか忙しい感じではもうもちろんないと思うんで、ゆったりこう、寂しさを噛み締めながら、しっとりと、奏でるのがいいんじゃないかなと思います。アニメのね、そのシーン皆さん思い浮かべながらね、もう主人公になった気分で歌うのがいいと思います。音楽は感情表現ですから、そんなのも大事です。それではやってまいりましょう。小公女セーラの主題歌、花のささやきガズレレルかっこいいバージョン。やってみる！
私の胸の片隅に咲いてる小さな花に名前はないけど、悲しい時は赤い花びら一枚目頭に当てるの、すると涙が消えていく。私だって泣こうと思ったら声を上げていつでも泣けるけど、女性らの主題歌花のささやきガズレレルかっこいいバージョンやってます。いやーいいですね。これドラマティックっていうか、なんつうかな、エモーショナルというか、すごくこう寂しさも十分表現されてね、アルペジオからね8ビートチャガ半分8ビートという感じでだんだんこう盛り上がっていく感じ、はい、気分が高まってる感じ、こういうのを、再現してみましょう。これは、ね、思いっきり感情を込めてね歌ってまいりましょう。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、十分味わっていただいていると思うんですけど、今度周りの方にもねこの音楽をやる楽しさぜひお伝えください。その時にこのガズレレ YouTube チャンネルぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではね、ちょっと最新情報なんですけど、今ねこれがですね、11月15日、これは何かというと、ガズの初めてウクレレです。これ初心者様に向けた、初めての、ウクレレ初めての一本にどうぞということと、これ皆さんウクレレ始めてよということで、プレゼントにもいいんじゃないかという、リーズナブルなウクレレでございます。音もね、ほんとカッコロコロして可愛い音ですよ。はい、これぜひ皆さんね、お手に取りやすいリーズナブル、ほんとね、なんか、どこにも連れて行ける気楽さもあります。軽いしね。はい、このウクレレの情報、ここにちょっとね、今のところリンク貼っておきます。まだちょっと発売前なんですけど、ちょっとまだ見てない方見てください。あとはですね、さっきもちょっとお伝えしたんですけど、このガズクラブ、これもね、相当盛り上がっていまして、もう今600名超えてきましたね、メンバーさん。はい。これめちゃくちゃ楽しいことになってるので、ぜひガズクラブをご検討ください。そしてこのアプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってるこの、ストラップ。このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもこのホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ。じゃーん。はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本。これはですね、もう、こっちは、この赤と黄色100曲、それぞれ100曲入り。こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですね、もう超わかりやすくて、もう大ヒット中です。この3つで、そろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さん、これ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますんで、ぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではですね、もうまだまだこれからもね、面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや、音楽聴くよりやる方が楽しい。皆さん、どんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。